皆さんこんにちは。こんにちは。風間裕次郎です。青柳瑠人です。水田光輝です。僕たち3人はですね、来年3月8日からスタートします地球ゴージャスプロデュース公演ボリューム12怪盗7に出演することになりました。イエーイ。ありがとうございます。怪盗7おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。頑張ります。はい、頑張ります。はい、知ってますか。はい、さらにですね、はい、事務所の大先輩である、はい、岸谷五郎さんから手紙で指令をいただきまして、はい、急遽僕らが宣伝隊としてユニットを組むことになりました。いやびっくりした。そうですね。どうですかこれ。いやマジ緊張します。何も接点のないこの3人がね。そう意外になかったんですよね、うん、3人ね。全然あのプライベート合わないもんね。だって連絡が悪いみたいな感じ。だって後期家に行こうとしても後期は家に入れてくれなかった。入れたくないんだ。そんなことないでしょ。違うその口結構来るよね。口結構来る。困ってきてるけど、ね、そうそう、まあ、この3人でユニットを組むと、はい、そうただ、はい、ユニットを組むんだけども、はい、僕らのユニット名がないよねっていう話なんですよ。そうですね。どうしますどうします。地球ゴージャスっていうのがあるから、はい、ありますね。それに負けないものを作った方がいいと思うし、例えばだから、まあ、もうスペースパニックみたいなスペースパニックみたいなものにしたい。それは地球ゴージャスに対抗してみたいな。対抗して地球とかの規模だと勝てないから、もう宇宙行っちゃおう。俺らはもうスペースパニックに行かないと言いたいだけで。スペースパニック言いたい。スペースパニック行かないと負けちゃうってことだよ俺は。あ、そうですね、うん、それが勢いがないと。そんぐらいのユニットで行かないと。それが勢いで行かないと。それがスペースパニック。スペースパニックダッサ。まあまあ俺もかっこいいとは思ってないんだけど、まあそれはね、だから皆さんに考えてもらおうかな。あ、ぜひ、ぜひ、ね、送ってもらってみる。あ、それいいですね。よくないですか。ユニット名を、この3人のユニット名をちゃんと、ね、来てもらって、そうです、はい、募集しましょうという感じで、はい、いい、はい、それにしよう。そうです、募集したいので、詳細はアミューズモバイルまで、はい、はい、お願いします。お願いします。そして最後に10月4日お昼の12時から地球ゴージャスプロデュース公演ボリューム12怪盗7のアミモバチケット先行予約が開始します。はい、ぜひともチェックしてください。お願いします。お願いします。では風間裕次郎、青柳瑠人、水田光輝でした。待ってます。